いらっしゃいませ。おいしいアイスはいかがですか？いかがですか？いかがですか？あ、お客さんだよ。店長、金持ち親子が来ましたよ。あなたたち、私たちはお金持ちざますから、このアイス全部買っていざますよ。おほほほほ。それならお店ごと買っちゃえば。お兄様、冗談が過ぎるわ。強烈だわね。あ、またお客さん来たよ。いらっしゃいませ。このアイス屋さん美味しいんやけど高いから一個にしなさいね。一個よ一個。一個？二つじゃダメ？お母ちゃんお願いお願い。どれにしようかな。どれも美味しそうやわね。うん、店長、あの子たちにたくさんアイスを食べさせてあげたいんですけど、なんとかなりますかね？あ、これで対決してもらいましょう。なんですかそれ？これはね、あの人気 YouTuber フィッシャーズさんが考えたお金グミなのよ。へえ。この中にいろんな異なる金額のグミが入っているから、それを使って遊んでみましょう。楽しそう。ルールは簡単。この中に入ってる金額分だけアイスが買えるのよ。一つ200円よ。多くアイスをゲットした方が勝ち。そして崩れちゃったらその時点で負けが決定するわよ。なるほど。どっちの役が勝つんだろうね。うん、楽しいよね。うん。それではお金組対決スタート。勝った方だけアイスが食べれるよ。楽しみだわ。うん。なになに、あの庶民親子と私たち金持ち親子と勝負ですって？俺たちに絶対勝てるわけないよね。ほんと、お兄様。おおほほ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 ほ。嫌な感じ、あの金持ち親子。絶対に負けるんじゃないわよ。うん、負けないわよ。この中から選べばいいんだね。どれにしようかしら。私が出したのは1000円2枚、100円5枚、10円7枚、5円が1枚、1円が1枚で合計2576円です。お見事めいちゃん。ということはアイスはいくつ買えるのかしら。12個だね、ママ。じゃあ12個乗せていくよ。頑張ってねめいちゃん。うん。じゃあめいはこれ乗せていくよ。崩したら負けになっちゃうから慎重にね。それなら俺はこれ2個目。よし、うん、上手。6個目。言ってみなさい。危ないわよ、めいさん。あなにやってるのよ、めいさん。なにやってるの。崩れてる。ざまんみろ。日頃の行いが悪いのよ。ハンデだよ、ハンデ。嫌な感じざます。うん、めいちゃん、この選ぶところ大事よ。うん、どれにする？頑張って。どれにしようか。じゃあこれ。よし、それね。2665円。おーっと、めいちゃんよかったわ。うん、次はアイスよ。2665円だから、たけるくん何個買えるかしら。13個。じゃあお母ちゃん頑張るね。うん、頑張ってねめいちゃん。たけるくん、これ1個目。ドキドキするわ。2個目、これ。よしよし。おーオッケー。
んでなんだい。ざまあ見なさい、あちら様も崩れてるざます。一気に乗せるからだよね。ほんとお兄様、クックッ。私たちも崩しちゃったわ、うん、悔しいわ。悔しい悔しい。なんなのよ。何、どっちもアイスを崩したわよ。いい勝負だわね、うん。それじゃあなたたち2回戦は頼むわよ。うん、次は俺の番だね。どれにしようかな。これ、うん、僕は合計3547円分入ってたよ。ちょっと集まりすぎちゃったわね。3547円だからアイスが17個買えるね。これじゃあこれ、うん、これ8つ目。17個積み上げた、17個積み上げた。あ、もう崩しちゃったよ。あなた何やってんのかしら。4つ目で失敗しちゃったわ。お母ちゃんチャンスだよ。向こうは崩した、次は俺の番だね。頑張るのよ、タケルくん。うん、どれにしようかな、これ。それね、どうかしら。あ、いいんじゃない、ね、お母ちゃん、お札が入ってないよ。チャンスだわね、タケルくん、ほんまに。さあ、数えましょう。今回は474円ということは、アイスは何個かしら？ 2個。2個だってこれは有利じゃない？うん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 。ニーニー慎重にね。うん、姉ちゃんは？じゃあ姉はこれ、それのしたら私たちの勝ちだわよ。うん、イエーイ、アイスゲット、やったー。さあさあ帰りましょう。うん、気分がいいわ。この勝負は庶民親子チームの勝ち。おめでとう。いい勝負だったわね。うん、でももっと当店のアイス食べてほしかったわね。うん、え、僕たちの負け。悔しいママ。悔しいざます、ママも。うん、勝負のところは行くわよ。うん、覚えてらっしゃい。覚えてろ。今度こそはこの店ごと買ってあげるわ。あげるわ。それではまたご来店お待ちしております。お待ちしております。